旭川自殺いじめ自殺事件のことについて、この事件は絶対に風化させてはなりません。今後このような事件を絶対起こさないために俺たち大人は尽力してなければならない。この事件の内容を一部抜粋しますと、中学生の男女、加害者の男女、複数名が被害者の女性に対して G 行為を強要したと。とんでもないガツラですよ。ふざけんな。なんや、お前らそんな、なに、他人の G 行為が見たいん。おいちゃん見せろ。あ、見せろ見せろ、見せろ見せろ、見せろ、おい。な、おいちゃん見せろ、そんな見たんやろ、な、人のな。なや、G 行為見たいんやろ。な、おいちゃん見せろから見せ、お、み、こっち来いや。な。おいちゃん見せたるだろ。どうや、見せつけたるわ。な。そんなさ、けなげな、女児に対して、そんなこと言えるってさ、頭のネジが飛んでないとできないよ。こいつらの親はどうなってんの？マジ。そして周りの教師も。まあ、正直な話、俺教師は、その、全部を見てられるわけじゃないから、100悪いとは言えへんねん。俺もわからんけど。でもその周りの大人含めてさ、やっぱりなんかできたよね。こうなる前にできたやん。PTSD 発症してもうて、もう取り返しの使うことになってもうた。そうなる前になんかできたやん、絶対。で、今ここのさ、加害者連中はのうのうと生きてるわけやろ。生きなきゃならない人間が生きれなくて、生きる必要のね、ゴミが生きてるこの世界。滅んでしまえばいいと思います。許せない。